仕切るようになったんです。2代目小池です。2代目小池は軟式グローブワンツーを卒業します。ある日ツイッターで流れてきたんですよ。で、本当面白そうだなって思って返事したのがきっかけで、みんなから受けてみなよ受けてみなよって言って受けたのがきっかけです。だから本当ノリです。グイグイくん、うん、軟式グローブなんであのタイミングでオーディションやるぜ復活するぜみたいになったの。こういう機会なんかいるけど、うんうん、役者は10年ぐらいやってました。はい。で、うろつが上がらない。はい。まあ、そんなとある時に、まあ俺らが尊敬する人がいて、うん、まあ、その人が、まあ、なんかお前の役者は知らないと。うん、でもパンクは知ってる。てかみんな待ってるパンクをなぜやらないの。言われて、うん、なんかね、その時のなんかまあプライベートもまあ詳しくは説明しづらいが、うん、いろんなタイミングが重なって、うん、じゃあやってみようかと、うん、なんかわあテレビで見てたまんまと思って、あと意外に身長が低かったのと意外と顔が整ってるのと、いるだけで面白いみたいな、こんな感じっすね。あとほんと、あれキムタクっぽいって思った。かわいい。え、じゃあそれ下心ありきで決定したんですか。基本ウォールスみんな好きだよ。え。それでもね、やっぱね、うん、ちょっと群抜いてたと思う、うん、すごい真面目だなっていうのが一番強い印象ですね。そうですね、何でも話せるいい人、すっごい相談しやすい、そしてまあ良きビジネスパートナー。2年前ぐらいか、うん、まあ、言うと、うん、もう俺らの言うことを聞かなくなってたね彼女はね、うん、それまでの3年ぐらいじゃない。はははは。2人でやってて20万人登録者がいるのよ。うんうんうん、あのね、うん、まさかこんなことになると思ってなくて、うん、出待ちがいて、うん、出待ちの女の子がいて、うん、泣いてんの、うん、俺らの出待ちとかいたこともないし泣かれたこともないのに、うん、え、うん、なんで泣いてんの相方に会ってきた、うん、神玉に会ってて、神玉なんて行ったことないでしょ、うん、意味が分からないと思ってたけど、もうなんか彼女のイベントとかもう速完するんだって今即完売、うん、そんだけなんか積み重ねてきたんだなっていう、うん、すごいな、すごいなだね今は、はい、パークさんその現状羨ましいですか。羨ましい。全部が印象深いんですけど、まあ5年間約5年間活動させてもらって新曲ができたのはここ1年の話なんですけど、約4年間アホだなの1曲で全国を回ったこと、持ち時間がアホだなって2分半くらいの曲なのに持ち時間がいつもね絶対最低10分、最高30分、それ以上の時もあったけど、でつなげるために DJ 覚えたりとかなんかいろいろしましたけど、まあ、そのアホだなの1曲でここまでやってたっていうのがすごいなっていうのと、あとその全国に行けたこと、今まで行ったことない都道府県にも行けたり、あとはまあライブ後に飲んだくれて
5キロ太ったりとか2代目小池っていう身分ですごい調子に乗って5キロ太ったんですけど、そういう全部が思い出深かったですね。印象深いっていうか、うん、あともう1回だけパークマンサーと京都のキャンプのイベントで同じ部屋ってなって、コテージで無理すぎてその部屋にあったテーブルを立ててこう壁を作って寝たとか、そんな感じですね。こぼした仙台の野球の試合で、うん、彼女も高校選手をした、うん、もともと始球式がしたいって言ってて、うん、夢が、うん、それが一つなんか叶えてあげられたんじゃないかなみたいなのは、うん、ある。やっぱみんなが知ってる、私の世代とか本当みんな知ってると思うけど、そうやって一世を風靡してすごい有名な人と一緒にやる仕事での、なんて言うんだろうな、プレッシャー、マイナスに聞こえちゃうかもしれないけど、プレッシャー、それがいい意味でも悪い意味でもプレッシャー、経験したことのない感情と戦うというか、あとはそうだな、私は小さい頃から歌を歌うことが夢でありましたが、実際に盛り上げることの大変さとかも学んだし、そういう人前に出ることの大変さも学んだし、2代目小池として1代目小池さん、初代小池さんがありきで、パークとのね、パークと初代小池さんが作ってこう有名になった軟式グローブだから、こう2番目であるプレッシャーだったり葛藤だったりもあって、なんかいろ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 感じすぎてもう今忘れちゃった。まあ、俺らがいなくても育つ。で、うん、なんだっけ、学んだこと、はい、学んだことは、もうモンスターは育てたくない、あ、モンスターになったんですか。モンスターだと思うよ。1週間前に見た彼女のチャンネル、今もう5000人ぐらい増えてるし。まあ、そこをモンスターとは言わないけど、うん、まあでもどうなんだろうな、見ないでいたけど彼女の YouTube のチャンネルを、うん、この前見てみたらね、やっぱなんかねすごくなってるよね。基本ねピンとくるタイプなの、うん、なのにね、うん、あんまはっきり言うよ、今回の全然ピンとこない、今、ああ全然ピンとこない。正直半年ぐらいこのこと考えてて、うん、多分相方にこのメッセージを伝えたの多分3ヶ月前ぐらいかな、うんうんうん、そうか。で今後も正直、うん、もやっとして、軟式グローブは続くわけじゃない、あなたの活動は続くわけじゃない、うん、で、3代目の3代目小池のオーディションを開催しましょう、開催すると仮定しましょう、仮定した時にはどんな子に来てほしいですか。もともとモンスター売れたいだけか。三代目小池にはそうですね、まあやる気のある子だったら、私も乗り越えたいろんな感情を経験しながらでも心折れずにやってきると思うし、パークマンサーが、何よりもね、うん、頼れるので、こういろいろ教わりながらやっていけると思うから、元気のあるやる気のある子だったら
誰でも大丈夫だと思う。結構純粋な子がいいな。涙拭いて。泣いてねえよ。じゃあ、化粧ばっかりちっちゃくシワに。だから、若い肌ってのはツヤツヤで、シワもねえから、化粧もいらずにねえんだけども、年取って腰が張ってから、そこに埋めるためだな。埋めるためだな。なんか、頑張ってそこまで来たんだし、おいらしか聞いてないこともあるだろうし、軟式グローブを応援してくださった皆様ありがとうございます。私が2代目としてやる任期は間もなく終了となりますが、ずっと2代目をね、オーディションをノリで受けてから、まあ、受かってからはこうアホだなっていうアホ旋風、なんかすごい震災とかいろいろある中でこうアホだなって言って気楽に笑える時間とかもあるわけで、なんて言うんだろうね、まあなんか大変な時にアホは救うみたいな感じなんですよね、私の中で。なんかどうでもよくなるというか、そういう意味でも、なんかもっと明るくなる意味でも、アホで世界行けるって思ってたし、まあ、こうアホ旋風をまた巻き起こしたかったんですけど、まあそれはできたかできなかったって言ったらできなかったですけど、私自身はこの5年間でこういろんなことを学び、なんだろうな、なんか本当にいろいろ経験させていただいて感謝が強いです。はい、支えてくださった皆さんはもちろんのこと、まあ何よりもパークマンさんに感謝したいと思います。本当にありがとうございます。そうですね、なんかうまく言えないし、なんかスヌーピーが転げ落ちてるのさっき気づいたしなんですけど、今後は、まあ、パークとは別々で私自身は私自身の新たな道に進む時が来たと思うし、パークもこれからまた違う一歩を踏み出すのかな、わかんないですけど、何も知らないですけど、こんな感じなんで、今後とも、2代目の軟式グローブそれぞれを応援のほどよりご、よ、あー、噛んじゃった。じゃあ恋愛感情なかったの？本当にありがとうございました。バイバイ。え？